はい、サニちゃんです。今日はシルバニアファミリーのダルメシアンファミリーを開封します。まずは箱からです。こちらですね、カリコクリッターズと書かれてます。シルバニアファミリーのアメリカ版のお名前になります。こんな感じでハートがね、書かれてたりしてすごい可愛いんですよ。では開封します。よいしょ。はい、揃いました。どうですかね、4人並んだところはね、可愛らしいですよね。こちらね、アメリカ版なんですけど、日本版は2012年に、ね、出てました。はい、でアメリカ版とはちょっとお洋服がね、着てるお洋服が違うかなと思います。あとはですね、手ですね、やっぱりね、有名だと思いますけど、手のね、このね、何か持ったりできるようになってるのが海外版なので、はい、この子たちは海外の子たちです。お父さんです。ね、お父さんね、目の周りがね、こう、なんていうんですか、ダルメシアンのね、ブチというか、黒く周りが縁取られた感じになってますね。男の子はね、お父さんと一緒で目のところに縁が入ってるんですけど、はい、こんな感じですよ。はい、で尻尾がねあるんです、ちゃんと。でこれ短いんですけど、これ尻尾ですよ、これね、こんな感じです。はい、お父さんでした。お母さんです。でお母さんすごくね、美人さんですよ。この方美人さんね、なんかシュッとしたお顔してますね。赤いワンピース着てましてね、可愛らしいです。はい、尻尾もありますよ。ね、ちょっとお父さんとお母さんでまたね、模様が違うっていうところが可愛いです。男の子です。ね、男の子、お父さんになんでしょうね。目片方ね、お父さんとは反対側ですけど、目の周りにね、黒くね、ダルメシアンって感じの模様が入ってます。なんかあれ、尻尾が子供さんの方が長い気がするのは何だろう。ちょっと後でなんかね、ちょっと後で見てみましょうか。こんな感じですよ。はい、くるりと一周しました。女の子ですね。女の子はね、なんかこんな感じで、はい、一周。結構やっぱりいろんなところにね、このマークというかね、模様が入ってますね、いっぱいね。これなんか隠れミッキーとかいないのかなとか思って探しちゃいますけどね、可愛らしいですよと。はい、なんかお母さんになんでしょうね。ね、脱がせてみました。はい、どうですかね。なんかいろいろね、こう模様がね、一人ずつ違うなって思いますけど、男の子はお父さんとね、お父さんになんですね、きっと。目の周りが黒くなっていて、お母さんに似てるんです、女の子が。女の子のね、ちょっと服がね、こう赤いのがいっぱいね、ちょっとついてしまってます。色移りねしちゃってます。ちょっと、はい、こんな感じでした。なんか可愛いですよね、後ろ姿ね。やっぱりそれぞれとこう模様が全部ね違うんですよね。なんかさっき男の子の尻尾だけ長いかなと思ったんですけどね、なんかそんなことなかったです。ちゃんとお父さんもお母さんも尻尾、ね、同じぐらいの長さありました。身体測定みたいですよね、なんかね。こんな感じでした。本日はシルバニアファミリーのダルメシアンファミリー開封しました。ね、ダルメシアンファミリーどうでしたでしょうか。ね、それぞれ、ね、4人ともこう模様が違って、ね、なんか面白かったかなと思うんですけど、はい、というわけで、ではご視聴ありがとうございました。サニちゃんでした。